第2競技大会僕が得点の県大会藤岡一歩が勝つ全部勝つやったらいい年齢がある FH70 は次々と打撃陣地に到着し速やかに打撃のための準備を開始します FH70 の準備を指揮しているのは第3国家隊第3中隊西重隊員また直接作法を指揮しているのは観覧席向かって手前から第1中隊中川3曹第2中隊川辺2曹第3中隊清水3曹同じく木村3曹第4中隊山下3曹です。Thank you.
strike! どうした大集団団長さあ、ここから平均団長隊よ任務終了敵陣地隊よ火力による効果を確認した射撃部隊は現在の目標に対する射撃を終了し次の射撃任務に備えます避難作戦地域対空警報発令敵航空機一斉接近中各部隊は対空センターの対空を取れ敵航空機の接近を継続する対空警報が第3高速国家大隊の努力より T9 が撤去を捕捉しハンサム・キンサムが一斉に対空射撃を開始さらに接近する敵航空機に対しキンサム及び他方の隊員が対空射撃を実施いたします。
カコンって止まったから迷子地蔵の縦の音からから進入してきました戦車は第3戦車大隊金沢砲塔が指揮する七尾式戦車です。七尾式戦車は乗車人員が4人です。エンジン出力は720馬力です。戦車砲を装備し夜間でも移動射撃が可能です。宇宙も出たよ。そんなん知らんから。なんか言うとてやがって。タイムだけで、もう家だけ出たよ。油圧により車体の高さを自在に変化させることができます。電車砲には高安定装置がついており車体姿勢が変化しても一定の目標を照準し続けることができます。特に小さなお子様をお連れの方は注意してください。ロジオンゼロの発動10台サッカー連続停車上台構えとったのびっくりした。悪くんじゃん。